iBotis は SQL クエリを補助にマッピングする永続性フレームワークである。SQL クエリは XML ファイルに置くことで一旦アプリケーションと分離される。検索結果のオブジェクトのマッピングは自動的か半自動的に行う。iBotis の基本となる考え方は SQL クエリを XML ファイルに置くことで関係データベースにアクセスする際に必要となる。 大量の Java コードを大幅に減らすことである。例えば、データベースに、プロダクトという表があるとし、Java のオブジェクトコム、エグザンプル、プロダクトがあるとする。プロダクトポジョの中に、特定の PRDID のプロダクトの内容を、格納するには、以下を、XMLSQL マップに挿入する。セレクト ID イコールゲットプロダクト。パラメータクラスイコール Java、ラング、ロング。 リザルトクラスイコールコム、エグザンプル、プロダクト、セレクト、PRD、ID アズ ID、PRD、ディスクリプションアズディスクリプション、フロム、プロダクト、ウェア、PRD、ID イコールバリュー、セレクト、パラメータオブジェクトを設定して結果オブジェクトに格納する、Java コードは次のようになる。 プロダクトリザルトプロダクトイコールスクラモップクライアントクエリフォロオブジェクト。バリューはクエリで渡されるロングを指す。パラメータが Java オブジェクトなら、そのオブジェクトのプロパティから得られる値を似たような記法を使ってクエリに挿入できる。例えば、パラメータクラスがコムエグザンプルプロダクトで、それに ID というプロパティがある場合、バリューは ID に置換できる。 スクラモップクライアントは、ゴム、アイボティススクラマップ、クライアント、スクラモップクライアントのインスタンスである。アイボティスの創始者は、Java 語への失望を表明しており、2006年12月に2.3、0をリリースしてから2.3、1と2.3、2を2008年4月にリリースするまで長い時間を要したのは、無関係ではない。2010年6月16日、 公式サイトにて、アパッチソフトウェア財団での活動中止と、プロジェクトのフォーク、並びに開発者の遺跡がアナウンスされた。新プロジェクトは、マボティーズと呼ばれている。ありがとうございます。